早稲田の学院だよね、教え子の教え子、はい、他と比べたらいい方ではありました。平均だって90で学年3位、校則がないんですよ、ね、1割留年する文化祭がナンパ祭りみたいな。どうぞ、始まりました。もちしあんです。さあ、今回は、はい。どうも、こんにちは。早稲田大学政治経済学部1年の山口です。おー、来ました。政経ですよ。いやいや、全然。早稲田の看板学部なんですけど、はい、まあ、早稲田の学院だよね。そうですね。そこからこう上がったっていうので、学院からね、どういうふうに上がったのかっていうのと、まあ、学院どんな感じなのかっていうのをちょっとね、誰も出たことないんで、学院の人。あ、本当ですか？多分ね、あ、そうなんですね。多分出たことないと思うんで、はい、ちょっと聞いていきたいと思って。はい、お願いします。はい、面白いね。そう、だから僕の教え子が、まあ、武田塾東高の校社長で、で、校社長のその早稲田学院の時の教え子と思う。はい。その2段階教え子。そうですね。教え子の教え子。はい。まあ、やっぱり、政経に入るってことは、その推薦枠というか、その枠の中でも成績めっちゃ良くないといけない。まあ、そうですね。やっぱり、他の高校とかに比べたら、それこそほぼ 100% 早稲田大学には行けるんですけど、はい、やっぱり学院の中でも成績で、その上位者から、いわゆる自分の第一希望。うんうん、政経じゃなくても、第一希望が法学部なら、はい、それが優先されるという感じですね。何人ぐらい行くとか知ってる？100人ちょっとぐらいだって、500人いて、うん、政経に行けるのが100人ぐらいですね。100人いけんだ、それでも。そうですね、はい、看板学部でも、はい、そうですね、いけるんだね、はい、で、まあ、そうするとね、ズリーって言うかもしれない。いや、で、学院ってめっちゃ頭いいもんね。いやいや、全然そんなことない。言ってたら、そんな、だからね、教え子が先生として働いてたわけですけど、はい、めっちゃ楽だっつってたもん。みんなできるから。確かに、確かに授業は楽かもしれないですか。めちゃめちゃできちゃうから。あ、本当ですか。すごい楽。あ、ありがとうございます。で、まあ、成績やっぱり良かった。まあ、自分で言うのも、まあ、あれですけど、はい、成績は確かに他と比べたらいい方ではありました。え、何位ぐらいですか。一応僕の学校って、これ見せちゃって大丈夫ですか。うん、いい、成績表が僕の学校見えました。こんな感じで成績が出て、なんかこれ見たらさ、はい、2、2、1とか成績が悪いみたいに見えるんだけど。あ、これは実は違います。これはこの科目に対する単位の数になります。で、面白くて、僕の学校100段階評価なんですよ、成績は。あ、100点満点ってことだよね。そうです。だからもちろんその先生によって成績のつけ方は異なってくるんであれですけど、うんうん、ある教科によってはテストの点数そのまま成績につけるっていう教科は、例えばテストで60点取ったら成績が60点になってしまうというような感じですね。これは何、スラッシュは切ったの？いや、これは僕が取ってない。あ、取ってないんだ。はい、フルタンです。あ、そういうことなんですね。フルタンなんですね。フルタンです。一応平均だって90じゃん。あー、よくお気づきで。ほら、あらららら。あ、2学期92点で、はい、学年3位。へ、2学期の平均ですね、うんうん、が90で、1学期が確か88だったので、そう考えると2学期はもう92っていう。なるほど。欠席5。あー、ちょっとそれは響き3。出席停止響き3。そうですね、まあ、ちょっといろいろあったんで、はい、コロナとかね、はい、単位数とかも出てきて。お、そうですね、なんだ、面白いですよね。こんな感じなんですね。あんまりないと思います。あ、でも数学もね、数3で96だし、英語も98とか、やっぱまんべんなく得意だったんですね。そうですね、比較的に。え、2階は何したの？2階中国語です。あ、中国語で、はい、それこそさっき大学で中国語のテスト今受けてきて、うん、結構ヘドヘドです今。辛苦だ。あ、シェシェ。で、こっちは何？中学校の成績。あ、中学校すげーじゃん、5ばっかり。いやいや、すげえ。一応、うん、美術だけ4でしたね。うわー、すげえ。ありがとうございます。僕これ普通の公立の中学校。あ、公立の中学校で、はい、道徳がないですとか書いてある。それはやばいですよ。僕的に見てほしいのは右側なんですよ。右側、これ、うん、ここって、うん、いわゆる先生が僕の評価を丸つけてくれるんですけど、はいはい、僕自慢の点があって、うん、ここの以外全部丸ついてるんですよ。本当だ。なんか僕の友達だと3つとか ついてないような人が多かったので、中学校からこういうのも勉強以外も頑張ってましたよっていうね、証明になればなって思います、うん、体育委員会、体育学会。あ、やっぱ運動もできたってことなんだね。そうですね。バスケ部部長じゃん。はい。あ、まあ確かにバスケのサークルなんか5つ入ってるとか言ってたわ。そういえば。そうですね、めちゃめちゃ入ってますね今。で、だからこの間さ、うちのチャンネル出てる葉月が、そんなサークル入んのかよって言って俺が新会決まってんじゃねえって言ったけど、この間ね、講師たちに聞いたらもう5つとか入るのが当たり前って言ってたね。まあそうですね、1年生のうちはやっぱたくさん入っていた方が後々絞れるんで。そう、その考え方はなかった。あ、本当ですか。サークルいっぱい入って絞るとかそういう感覚持ってなかったわ。あ、本当ですか。体育もできて合唱もできて。ああ、ありがとうございます。で、バスケ部部長で、もうすごいじゃん。始業式学年代表の言葉言ってるよ。これ大変でした。原稿用紙2枚ぐらいを全部暗記させられて、で、全校生徒の前で発表するっていう、結構大変で、今でも結構覚えてます、ね、超絶優秀な。いやいや、全然。
え、学院の特徴は何ですか？特徴やっぱり自由ですかね。あ、自由。はい。どういうとこが自由かって言ったら、うん、校則がないんですよ。ほうほうほう。だからもちろん高校生のうちに髪を染めることだってできますし、うん、ピアスだって、うん、服装だって自由です、うんうん、でも自由すぎて怒っちゃう珍事件とかみたいなの結構あるんですよ。僕のクラスでこれ言っていいかわからないんですけど、うん、授業中に何やら先生が、うん、お、あそこで煙が出てるぞっていう、うん、普通に考えたら、あ、火事だとか思うじゃないですか、はい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 、でも全然焦らないんですよ先生、はいはいはい、なんでだと思いますか？よくあることってこと？あ、そうですね、言ってしまえばよくあることなんですけれども、うん、これ何かって言ったらラグビー部の部員が授業中にお米炊いてるんですよ。どうこっちゃ。食べるってこと？食べてますね、やっぱり怒られてましたけど。怒られてたんかい。はい。あと教室に電子レンジを持ち込んでつけたっていうのもありましたけど、やっぱ怒られてましたね。アザブとかさ、はい、改正とかさ、まあ、そういうエピソードあるんだ結構。あ、本当ですか。面白いエピソードね、まあ、料理焼肉やってたとかはあるけど、はいはい、一番面白かったのは何だったっけ。エアコンとかテレビのなんかリモコンかなんかかな、それなんかって取り上げられたので、はい、自分で自作したやつがいる。やばい。自作してつけられるようにしたっていうやつが、はい、っていうのはやっぱ自由な超絶進学校たちではそういうことが起こるっていう、ね、面白いですね、うん、男子校っていうのも関係してるんですか？まああるでしょうね、そういうとこはやっぱり。なるほど。あれ男子校ですか？男子校です。そんな自由な感じで、でも勉強みんなする感じ？まあそうですね、やっぱり勉強しないと僕の学校すぐ留年しちゃうんですよ。あ、そうなんですね。はい、なんか多い時だと一学年500人いて1割留年するって言われてるので、まあ、50人近くが留年するって。マジ？結構多いです。すげえ。僕の仲いい友達も本当4人ぐらい留年して、なんか今も高校生やってるみたいなの結構います。マジか。いますいます。そうか。じゃあ早稲田には行けるけど、ちゃんとしてる子たちしか早稲田に入れてやんねえよみたいな。そうですね。面白いのがあって、合法的にって言ったらあれですけど、僕の学校って1回まで留年できるんですよ、その1学年。だから要するに6年間高校に入れるんですね、うん、そこから考えると21歳の高校生が誕生するんですよ。ほうほうほう、なるほどね。だから言ってしまえば合法的に高校生でありながらお酒が飲めてしまう高校生がいるわけです。すごい。確かに。それだって21年、はい、アメリカでもお酒飲めるわ。そうですね。そんな実際いるんですか？そんな。あ、いましたいました。いたんだ。僕の部活では1人いました。バスケ部に？そうですね、バスケ部でもそうですし。あ、それは確かに普通じゃあんまり見ない、あんまりないですね、ところな。やっぱり学院の特徴として、一人一人がすごい個性的っていうのが僕はあると思っていて、うんうんうん、自分でお店を開いてる生徒であったりとか、面白いので言うと、プログラミングアジアチャンピオン、はいはいはい、確かいた気がします。こんな感じで、学校の勉強以外も自分の好きなことがやっぱり自由だからこそできるって僕は思っていて、うんうんうん、それをどう使うかってすごい重要だと思ってます。やっぱ自由な感じだけども、みんな勉強するとちゃんと。そうですね。でも学院から早稲田に行かない人もいるんです。あ、たまーにいますね、うん、それこそ留年して全然違う大学行ってしまう人とか、うん、あとは東京大学目指す人も結構いますね。あ、だから東大も出るわけなんですね。まあたまーにですけど、でも東大目指す場合ってその早稲田の内部の推薦権捨てなくちゃいけないんですよ。あ、なるほど、はいはい、はい、だから結構リスキーではありますね、うん、やっぱり周りは一般受験する雰囲気じゃないんで、うん、その上で推薦権捨てて東大目指すってなると、やっぱり あいつちょっとすごいなとか思ってる気持ちっていうのはやっぱ大きいですよね、うん、なるほど。ってことは浪人する人は少ないんだね。浪人少ないですね。いや、もうじゃあもう普通に早稲田行くぞっていうふうに思って、はい、あ、僕はそうですね。しかしちゃんと勉強して、予備校とかじゃあ塾は通う人は少ないの？あ、でもやっぱり勉強の進度が結構早いので、うん、それに応じて入る人はいますね。あ、いるんだ。あ、なるほど、はい、僕の学校の近くに、うん、僕の学校専用の英語の塾とかあったりして、はいはいはい、そこに通う生徒がいたりして。補習塾だよね。そうですね、はいはい、それこそそういう塾って面白くて、うん、学院の過去問の情報がすごい豊富だったりするので、はいはい、やっぱり学院のその勉強っていう面では大変な生徒は結構通ってたりする人もいます。塾がまあ学校のテストのための補習塾になってるわけですね。まさにそういう感じで。他になんか特徴ありますか？文化祭がすごい盛んですね。どんな感じなんですか？去年で言いますと、今までコロナで僕高校1年生と2年生の2年間できなかったんですよ、はいはいはい、オンライン開催ではあったんですけれども、オンライン文化祭、はい、やっぱり面白くないって言ったら で、3年生になってやっと現地でできるってなった時に本気出すわけですよ、みんな、はい、広告出したり、はい、インスタグラムでやったりして、確か2日間で2万2000人とか、うん、それぐらいのすごい数の来場者数でしたね、学院の文化祭は。すげえ。なんかあるんですか、イベント？ありますあります。学院祭って言ったらクラスがそれぞれ催し物を出すのもそうですけど、うん、男子校なので、うん、ナンパ祭りみたいな
それ目的でみんな頑張ってましたね。僕の友達で言うとインスタグラム1000人以上交換したみたいな。へー、ね、あ、そっか、今インスタ交換するって言うもんね。そうですね、はい、かけてる学院生も多いです。なるほど。まあまあ、だから早稲田の中でもやっぱ学院チャラいよねとかっていうのはあるからね。あ、確かに言われるかもしれないですね。そういうのは聞くからさ、チャラくて頭のいい人みたいな、ね、あー確かにそうですね、まあ、人にもよりますけどやっぱりチャラさあるかもしれない、ね、今もう早稲田政経行ってやっぱ数学も普通にできるから、はい、いやまあできるというか、まあ、数学あるでしょ。ありますあります、経済学があります、うん、試験自体も数学あるから今は、はい、一般で入ってくる人たちも数学できる、そうですね、状況で来るわけですけど、はい、何の不自由もなく不自由いやいやいや全然やっぱ大学の勉強大変ですよ。すごい。そうなんだ、はい、難しいんですよ。ほうほう。あと単純に授業時間が長くて、はいはいはい、今年から100分授業になったんですよ。そうそう、早稲田長くなったんで、はい、高校まで50分だったので、はいはい、やっぱりそこの時点でああちょっと大学厳しいなとは思ったことあります、うん、そんな外すげえ嘘。そうですね。じゃあまあその辺のこともいろいろと、はい、いやーなるほど、学院の話いろいろ聞けて面白かったと思います。まあこの後は雑談を、めっちゃ外うるさい。そうですね、めっちゃ外うるさい。まあじゃあこの後は味噌菌でも食べながら雑談でも、はい、サブチャンネルしていこうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。もう外がめっちゃうるさい。次のボーイボーイボーイ、めっちゃ歌ってるやん。どういうこと？